マイナス -26 未 -26 は、ソビエト連邦、ロシアの軍、民間用大型輸送ヘリコプターである。現在生産されているヘリコプターにおいて、世界最重を誇る。マイナス -26 は、世界初の8枚翼を持つヘリコプターである。マイナス -26 は、史上最大の貨物容積を持つ、軍用及び民間用の輸送ヘリコプターとして、 1970年代に開発された。初号機は1977年12月14日に初飛行し、1983年からソビエト連邦軍にて収益が始まった。大型ヘリコプターの未マイナス6と比べて重量がわずかに重い程度の未マイナス26であるが、ペイロードは未マイナス6の12トンと比して20トン以上ある。また、 一発のエンジンが停止した場合でも、エンジンロードシェアシステムにより飛行が可能である。機体は、シングルローター式であり、胴体上部にターボシャフトエンジンを2機搭載する。テールローターは、胴体後部より伸びた、テールブームの先に設置されている。1980年代より収益が開始されている。ロシア空軍のみ2 6 9 8 6年4月26日に、 発生したチェルノブイリ原子力発電所事故では、未マイナス8などとともに、上空から砂、鉛、酵素などを散布しての消火活動を行った。これらの機体は、すべてが高レベルの放射性物質で汚染されているため、放射性廃棄物として発電所周辺に遺棄されている。2002年8月19日、チェチェンの分離独立派が、 地体空ミサイルでミマイナス -26 を攻撃し、機体は地雷原に墜落した。これによりヘリコプターの乗員やロシア連邦軍兵士が127名死亡している。調査の結果、墜落の使用員は定員80名のマイナス -26 に150名近く搭乗させるという極端な化石祭であったことが判明した。 1997年の時点で化石祭を禁止する命令が出されていたが、このケースではそれが守られていなかったことが明らかになった。これを受けて、ロシア連邦大統領、ウラジーミル・プーチンは軍の責任を調査するように命じ、墜落機の司令官には規則違反で有罪判決が下された。また、当該機を撃墜したチェチェン人は2004年4月に、 終身刑に処せられた。2008年5月12日に発生した四川大地震では復興作業で2機のみ -26 が使用された。1機はロシアからの救援隊、もう1機は中国の中国飛流専業航空のみ -26T が災害地へ派遣された。いずれも機材の輸送が主な任務であった。2011年12月16日に新たに量産が 始まり、2機が、東方軍管区に編入された。ミマイナス26の3面図、アエロフロートのミマイナス26メキシコ空軍のミマイナス26消火活動をデモンストレーションするミマイナス 26TC。ありがとうございます。